はい、どうもね、各期ご苦労様でしたね。はい、ということでね、月曜日のお相手は。はい、月曜日担当、松本明子です。おー、どうだっこ、なかったか。いやー、先週の土曜日先生、よかったですね、日刊スポーツの記事。いやもうすごいだろ、お前、人よりお前、あれだよ、お前、私の人柄で知ったな、人柄なんだよ。聞くのってましたね、先生、若々しい写真でね。やっぱりな、いろんなこと、芸とかいろいろやってるけど、やっぱ最後はな、人が愛されるんだよな、何やってもな、商売人も芸人も、やっぱ最後人だろ。人に愛されるんだよな、ね、愛されなきゃダメだってことなんだよ、ビバリー35周年目にと、あ、ちょっとここで電話がつながってるようですね。電話がつながってる、もしもーし、おー、あ、もしもーし、あ、あ、もしもし、もしもし、あ、どうもどうも、マドモアゼライです。何でも相談してください。テレフォン人生相談、テレフォン人生相談ね、おー、松村、あ、どうもすいません、お疲れ様です。高田先生、お疲れ様です、どうも。何これ、どういうことですか、これは。そうそう、はい、中継かな、これ。中継ですね、どうも。電話で出てますね、はい。本当だよ。はい、いや、体が痛くて、なんかさ、豚コロナかなと思ったんだけどさ、はいはい、豚コロナじゃないらしいんだよ。あ、そうですか、なんか。アリサキスかなと思ったんだけど。アリサキス。鳥インフルエンザかな、これ。それどうですか、お、なんか、あの、大丈夫ですか、止まんなくてさ、ちょっと、はい、かったるいからさ、はい、今日、ちょっと、起きられなかったさ、はい、ちょっとね。うん、松原君に急遽お願いしたい。いやいや、とんでもございません、本当ですね。全然元気な感じしますよ。やっぱり、窓マーゼルアイで入るところがやっぱりいいですよね。あの、やっぱり、久しぶりに聞きましたね、窓マーゼルアイは。ああ、嬉しいな。ね、ってお前に褒められると思わなかったよ。いや、ね、いやでも先生、日刊スポーツ、ね、よかったですね、これ。大きい記事ですね、日刊スポーツの頃。おとといの、はい、おとついの。袖の下でした。はい。癒着だから、癒着。いやいや、癒着って、文太君もね、日刊ですけれどもね、ね、35年目に突入。はい、いいですね。まあ、そうだよ。今日は二人でさ、はい。電波で一つ。電波で、お世話になります。もう、さ、今日一日サボるのは治るから。はいはいはい。すいません。ゆっくりしてください、先生。まあ、頑張ってちょうだいよ。はい。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。マドマゼルアイは。マドマゼルアイがヒットです、先生。あの、こんな僕が言うのもなんですけど、久しぶりに聞いてなんか嬉しかったですね。はい。はい。いや、ラジオ聞いてる皆さんも、私は大丈夫ですからね。はい。本当にもう。先生元気でございます。はい。ピッピしてます。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました、どうも。ございました、はい、ちょっとね、あの鼻声で花粉症もあるのかもしれないですね。俺も花粉症かななんて思いましたけどね。それとあと先週金曜日ですね、はい、うんうん、ビバリーでダブルペーパーウイルスを、もうね、かなり強めのウイルスを浴びたんじゃないかと、うん、あのね、高田先生もね、途中で黙ってましたもん。僕も黙ってました。やっぱりすごかった。すごかった。うん、郷ひろみさんの結婚式行った話から、はい、誕生日から何からすごかった、ね。だってデビュー当時の、ペイさん、ピンクの前のペイさんから。うん、そう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 、パーコさんもね、いらっしゃったよ。パーコさんとの慣れ初めとかさ、そこから喋ってた、ね。もうね、ペーパーの歴史、年表ずっとやり続けて、はい、一つ聞くともう100答えるから。それでまた僕のとこにも電話がかかってきて、ペイさんから、ごめんね、今日パーコがいろいろと、ありがとうね、ごめんなさいね、ちょっとパーコが大変だったの、ごめんなさいね、松村くん、ちょっとパーコがご迷惑かけて、いやいや、パーコさんじゃないんじゃないかなって思った、本当に。もう、ペイさんが全力投球だったね。あんな元気なね、やっぱり。元気だね、ペイさん、元気よ。もう先生も、もういいだろうって。もう、呼んだろうな、俺だけどよ。熱い、面白かった。来てましたね。先生もかなり、お疲れ。お疲れモードでしたね。先生、黙ってましたから、途中。いやいや、ほんとに。まっちゃんも振るから、ほら。いやいやいや、姉さんが、うわーって、喋り倒してましたから。ほんとね、なにわ高校だからね。もう、阪神の、ジャイアンツの上原投手から。鶴瓶さんからね。そう。全部喋ってくれてました、ペイさん。ペイさん、ワンマンショーでしたね。そうでしたね。はい。一郎とのつながりから何からずっと熱く語っておりました、ね。ペイさん疲れがあったんですかね。まっちゃんは地元で講演会が。そうなんですよ。あったんですね。昨日までね、僕ね、山口帰ってたんですよ、ね。山口の地元に帰って。地元の田伏町の隣の平尾町の方でね、うんうん、なんかちょっとトークショーでね。トークショー。公演なんですよね。すごいね。うん、なんか。まっちゃんを語るっていう。いや、熊毛郡についてっていうのを語ったんですけどね。うんうん、ずっと延々、1時間ぐらい。地元の話をさせていただきました。すごいね。公演会もやるよ、まっちゃん。2日ぐらい、ちょっと実家帰ってて。うん。うん、すごいね。まあ、相変わらずあれだけど、田んぼで目の前で命を見ましたけどね。目の前で走ってるのを見ました、今日は。びっくりしましたですね。わっちゃんとはね、翔平さんの。そうですね、お通夜でね。はい、築地本願寺で。お通夜ビバリーって感じですよね、あこさんとはね、最近なんか。ね、うん。
ね、山田雅人さんと。山田雅人さんとね、やりましたですよね。すごかったね。みんなで、こう、笑顔で送るっていうかね。うん、昨日のガキ使いでも、翔平さんの特集をやってた。そうそう、翔平さんの特集やってましたね。ですね。もう翔平さんはもうスーパーサブでも、鶴太郎さんとこパッと行ったり、邦子さんとこパッと行ったりね。困ったところはもう補ってくれてね。みんなに愛されるよね。爆笑さんも言ってましたよ。そうですよ、若い時にこっちおいでっつって言ってくれた、ね、私もなるほどザワールドで一緒にロケ行ったりしてました。オーストラリアロケとか翔平さんでね行ってました、はい、一緒に行ったりしてましたよ。チンチン料理から何からもねずっとお世話になりました、ね、大阪時代からのねあの友達も来てましたね。はい、あヤングタウンとかね、ジャクジャク師匠も来てました。ジャクジャク師匠もやつね、まあ、高先生的にあのカモン達夫さんもアッコさんがコメント言って僕やって、山田雅人さんがコメントやってね、はい、ジャクジャク師匠がコメントやって高田先生ね、もう本当に爆笑の太田さんがコメント言ったから、はい、なんか俺の落ちやかって思ったって、ね、言ってましたけどね。そうで受付やってた大竹さんが、はい、松村もう帰っていいよ、帰っていいよって言ってました。あっこさん帰ろう帰ろうって言うから俺も帰っただけでね、流れでねありましたけどね。そう、私はね J テレで、はい、柏原芳恵さんの喫茶歌謡会っていう番組に出させていただいて、ね、いいじゃないですか。で、来週3月11日土曜日も夜10時から、柏原芳恵さんですよ。いや、最近あれだね、82年のアイドルが頑張ってるよね。小泉京子さんのオールナイトニッポン。いや、やってましたね。やってたし。やってました、やってました。キョンキョンがね、なんか僕この間オールナイトニッポンずっと聞いてましたけど、うん、やっぱりマニアックでいい曲とかをね、全部覚えてんのよ。レインマンのように、それこそペイさんのように。うん、もう三田寛子さんの夏の雫とか。あ、いいね。うん。この間柳優礼さんとお会いした時もね、うん、川田亜子さん、うちの妻がどう思って、川田亜子さんも。川田亜子さんね。あ、川田亜子さんもね、亜、うん、子さんも、うん、あれだ、秘密のオルゴールで。そうそうそう。名曲だったって話した。そうそうそう。キョンキョンがずっとね、マニアックな名曲をずっと話してるから、柏原芳恵さんもね、火がついたんじゃない？柏原芳恵さんもよかったよ。ね、ハローグッバイ一緒に歌わせてもらってさ。名曲だね。ありがたいですよ。あ、その後、キョンキョンの後は、渡辺満里奈さんがね、やってましたね。やってました。やってました。オスキスかけてくれてさ、満里奈さんが、ありがたいよ。ギリでね。オスメスキスを。ありがたいですよ。いや、リクエストしてくれる方がいてさ、リスナーの方がね。83年のね、不作のアッコさんとか、大沢泉ちゃんとかみんなが、なんかこの、あんまりそんな売れてないのに、なんかトークの方で、なんかイベント何回も打つじゃないですか。小林千恵ちゃんとかね。うん、小林千恵ちゃんとか。達者だから。原真由美さんとかじゃないけど、流れの人たちが。今年40周年だから、うん、また手作りライブやろうと思うんだけど。うん。やりますよ。行きますよ。中山秀さんとか僕らとか。高田先生もさ、来てくれるんだけど。行きます行きます。松村わかんねえよな。売れてねえからよ、うん、つって。高田先生的にはね、当時売れてないのによ、今聞いたってよ、当時わかんなかった歌、今聞くっても大変だよ、お前よ。つって、俺ごもっともだと思った。ごもっともだと思った。ほんと。機嫌よく歌ってるけどよ。ね。まあ気持ちよく歌うからよ、いいんだけどよ。のど自慢じゃねえんだからよ。ほんとよ。アッコとか気持ちよくな、歌ってっけどよ、何なんだか分かんないけどよ、つって。だいたい、不作の年の方、みんなパワーあるね、でもね。パワーある。しぶとい。しぶといし、おしゃべりもとかやるじゃない。で、83年の不作の人たちがすっごい頑張るから、うん、82年の人たちってみんなヒットしてんのよ、ある程度。うん、だけど、やっぱ、83年が頑張ってるから、自分らもなんか喋りも頑張ろうと思って空気になってんじゃない？ああ。キョンキョン俺のやつやって、柏原社さんもなんかちょっと J コムで。はい、やってますよ。番組やってますよ。はい。結構来ると思う。三田寛子さんとか荒井かおる子さんとかみんな来るんじゃない？なんかあの辺の、早見優さんとか堀ちえみさんとか。そう、堀ちえみさんもこの前、40周年あのコンサートやってましたよ、無事に。当たり年の人たちもね、なんかまたなんか、俺、中森明菜さん復帰するように、ちょっと世の中動いてほしいなぁ。もう明菜さん大ファンとしては、わっちゃんもね、うん。ずっとキョンキョンの、オールナイトニッポンで、うん、中森明菜さんの事務所の住所を連呼してて、もう今それないからって。今それ、その事務所出しても何もないからね。うん、つって、いちいち、逐一、フォローしてもらってたね。ね、楽しみですね、明菜さん。ね、私も明菜さんの動画、もう YouTube ばっかり見てるな。まあ、昔の82年のアイドルの方までは、俺も月刊明星すり切れるほど読んでたし、明星の事務所の先輩をおんぶする企画は、小泉京子さんは、高田瑞恵さんをおんぶして。私、83年は ?83 年のおんぶ企画なかったんじゃない？なんか、
割とさ、翌年ってね、なんかゴールデンアイドル賞って、新人賞取った時の2年目も、なんか割と、同じような似たような賞があるのよ。金の鳩賞がね。ある、ないでしょ。該当者なしだった。ないでしょ。そう。な、大沢泉さんと原真由美さんがなんか、取るのかなーなんて思ったけど、全くなかったね。あの時代でも。あの時代でもなかった、ね。その現場に柏原芳恵さんいたんだって。ああ。ゲストだったみたい。スペシャルゲストで吉井さんいたみたい。楽屋で。ね、本当もうね。徳光和夫さんが、該当者なし。柏原芳恵さんとかも本当思うんですけどね。柏原芳恵さんは81年だけど、82年のアイドルを三田寛子さんとかも、1年ずらせばいいのよな。ちょっとカットボールのより、ちょっとずらせば、新人賞総なめだった。新人賞総なめだった。野球はどうですか、まっちゃん。もう野球も、ね、いよいよ盛り上がってますね。もういよいよいよ。野球ももう盛り上がって。大谷さんも帰ってきて。なんかこれ熱くなりますね。はい。ああ、もう村上、牧、ね、吉田。ちょっともうちょっと阪神の選手もね、出してもらいたいなと。楽しみですね。サッカーと一緒で野球もね、ガンガン盛り上がるんじゃないかなと思いますね。はい、頑張っていただきましょう。はい、ということで、高田先生は体調不良でお休みでございますが、金曜日の復活、お待ちいただきたいと思います。それでは、そろそろ参りましょうか。はい。はい、歌う鉄オタ、徳永ゆうきさんが、ビバリー生登場です。松村邦洋と松本彦のラジオビバリーヒルズ。本日は演歌歌手の徳永ゆうきさんが、はい、ビバリーではデビュー3年目からね。さっきお会いしましたけど、なんか僕と同じような香りの方ですね。なんかちょっと嬉しくなりましたね。なんか親近感がありますね。楽屋もお会いしてもなんかあったかい方ですね。そうですよ、可愛くてね、今やもうあの鬼レンチャンでね、はい、大人気なんですよ、若い子に。ね、そう、あと鉄道オタクでもあるしね。お、楽しみですよ。今日は徳永ゆうきさんが12時からの登場でございます。はい、お楽しみください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も1時まで生放送、日本放送ラジオビバリーヒルズ。口の減らないやつ、この時間はニュータッチ白鶴酒造がお送りします。運命的な出会いってあるよね。ありますよね。偶然とは思えない、出会うべくして出会ったみたいな。ネギと味噌、この出会いがなかったら世の中変わってたね。あー、シャキシャキのネギとコクのある濃厚な味噌味、ニュータッチすごめん、ネギ味噌の一品、うまいヌードルニュータッチ。すごめんはすごい。飲める軽快な口当たりと、さらにうまみ豊かに膨らむ味わい、それが白つる丸。いい笑顔に丸、白つる丸。飲酒は二十歳になってから。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。ご存知ですか、工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。工場と聞いて皆さん、アスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージしていませんか。実は自動車、機械、電化製品、各種部品の製造なども対象となる可能性があります。製造過程でアスベストが使われていた場合、工場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら、誰もが救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送ラジオビバリーヒルズ。はい、メールファックス、はい、はい、募集でございます。本日のゲスト、徳永ゆうきさんへの質問、どしどしとお送りください。お願いします。そして月曜恒例テーマ、今日は何の日。今日3月6日はスポーツ新聞の日。スポーツ新聞の日、ね、一応デイリー、サンスポ、スポニチ全部読みますけどね。先週の土曜日は日刊スポーツの記事に高田文夫先生の記事が大きく取り上げられておりました。はい、1946年のこの日、日本で初となるスポーツ新聞、日刊スポーツが。日刊スポーツすごいね。されたんですね。高田小学校でもお世話になりましたからね。本当ですね。本当、はい。はい、うん。そして、記念すべき第1号に書かれていたスローガンは、さあ、明るくほがらかにスポーツだ。もう、ほがらかのほががね、斎藤朗希のローだから。あ、そうですね。出川哲朗さんのローですね。ね、いや、なんかこの斎藤朗希のローがいいのよ。右側の月。斎藤朗希のローが嬉しいじゃない。出川哲朗関係ないですよ。
てっちゃん。てっちゃん、おはようございます。よろしくお願いします。いやいや関係ないです、関係ないです。やばいよ、やばいよ。関係ないです。はい。そこで本日テーマは、私とスポーツ新聞。はい。こちらで思い浮かぶことお願いします。ご自由にメール、ファックス送ってください。徳永ゆうきさんへの質問、そして私とスポーツ新聞、メール、ファックスをお待ちしております。メールは、hills@1242.com。ファックスは0570021242。送ってくれた方から3名様に、ビバリーの名シールを差し上げます。道交法改正でアルコールチェックが会社に義務化されて手間だなあ。あ、DX で解決できるかも。とはいえどうすれば。あ、NTT 東日本に相談できたりして。はい、法改正の対応も。ご相談ください。NTT 東日本。過払い金の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと、30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのように、あなたが受け取れる可能性があるか、すぐに確認できます。まずは、0120-10-10-10-10-10 へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ナンバー登録しているバイクは4月1日を過ぎると税金がかかります。そのままにせず、バイクオーに売ってお金にしませんか？お電話の際、ラジオと答えて 126cc 以上のバイクを売ると1万円の商品券をプレゼント。 0120-50-8190。 カーバイクオー。ナイツの花輪です。土屋です。月曜パートナー平野ノラです。ナイツのラジオショーゲストに渋谷ジャックが話題になった安田大サーカスのクロちゃんが生登場。彼女ができてフィギュアも販売してダイエットも順調で、あーん、毎日が幸せ、チャプチャプ。トークの内容は嘘をつかないでほしいし、放送は今日お昼1時から。ふみおのちょっといい話。この時間はコーリッチ続々オープンハウスがお送りします。東京に家を持とう、オープンハウス。東京に家を持とう、オープンハウス。東京に家を持とう、オープンハウス。え、何？東京に家を持とう、オープンハウス。どういうこと？東京に家を持とう、オープンハウス。あ、だから何なのよ。東京に家を持とう、オープンハウス。松村邦洋と松本明子のラジオビバリーヒルズ。はい、日本放送はただいま楽しくアクション SDGs のウィークです。はい、 SDGs、 はい、改めてこの意味は、持続可能な開発目標ということでございます。はいはい、地球にある様々な問題、例えば貧困であったりとか、教育格差、そしてジェンダー、ね、環境、エネルギーなど世界で取り組んでいく目標が SDGs です。はい、日本放送で実施中の楽しくアクション SDGs ウィークでは、3月8日水曜日の国際女性デーにちなんで特別番組マイステージをお送りします。パーソナリティは新内舞さん、そしてパート土屋君と一緒にやってるやつですかね。はい、ね、そしてパートナーは東島恵里アナウンサーです。はい、番組は2部構成です。17時30分から20時30分までの第1部は、多様な人々が暮らしやすい社会の実現に向けて、様々なゲストの専門分野から学んで考えてまいります。はい、そして22時から24時の第2部では、女性が活躍する社会を作るために多様なステージで活躍している方々をゲストに迎えて、はい、それぞれの体験、それから経験談からマイステージにつながるヒントを伺ってまいります。はい、はい、3月8日水曜日の特別番組マイステージ、どうぞお聞きになってください。ちなみにお笑い界も女性進出でね、結構ね、ザ・ダブリュ、はいはい、でも大会が始まった2017年のエントリー数が636組、最近その数が増えて2021年700組、2022年には735組、この7年で100組増えたということです。女性強いですね、まっちゃん。いや、多いですね。僕らも高校の時の土木測量の方とかもね、今女性の方が多くなってきた。そうだよ、ね、長距離の運転手さんとかさ、タクシーの運転手さんもさ、女性頑張ってますよ。頑張ってますね。皆さんね、本当に、皆さんで考えていきたいと思います。はい、日本放送よろしくお願いいたします。お願いします。
菓子食品の現金問屋。菓子エンドキャリー田島屋。ご存知ですか？あなたの自賠責保険料共済掛け金はあなたのためだけでなく、自動車事故被害に遭われた方やその家族、遺族を支えています。これからも重度後遺障害者の方向けの専門病院の設置運営や安定的な介護料の支給など、より充実した支援を続けるために、2023年4月から保険料・共済掛け金に含まれる付加金を拡充いたします。皆様のご協力よろしくお願いいたします。あなたの自賠責保険料・共済掛け金が交通社会に暮らす誰かを支えている。国土交通省。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。空振り三振、世界チャンピオン連覇、日本、世界のてっぺんに日本が立ちました。侍ジャパン3大会ぶりの世界一奪還なるか。日本放送ショーアップライタースペシャル WBC 日本対中国は3月9日夕方6時30分から。 JA 千葉緑がお送りする産経新聞ニュースです。ニュースデスク藤原さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。韓国政府は今日午前、いわゆる元徴用工の裁判をめぐる問題の解決策を正式に発表しました。解決策は韓国の最高裁判所が2018年秋に命じた日本企業2社の賠償の支払いを韓国政府傘下の財団が肩代わりする内容が柱です。また韓国メディアによりますと、賠償の支払いの代替策としてこの2社が会員となっている経団連と韓国の経済団体が若者の交流に寄与する基金を創設することも計画しているということです。こうした中、岸田総理大臣は今日の参議院予算委員会で韓国との元徴用工問題をめぐる歴史認識などについて次のように語りました。岸田政権としても歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いで今もおりますし、今後も引き継いでいく、こうした考えであります。また岸田総理は広島で開催される G7 先進7カ国首脳会議に韓国のユン・ソニョル大統領を招く可能性については現在何ら決まっていないと述べるにとどまりました。 G7 広島サミットへの招待国あるいは招待機関については現在検討中であり、今現在何ら決まっておりません。一方、林外務大臣は今日、元徴用工の裁判をめぐる問題で韓国政府が問題の解決を正式に発表した後、見解を表明します。参議院予算委員会は今日午前、2023年度予算案に関する集中審議が行われています。この中で立憲民主党の石橋通宏氏は放送法の政治的公平をめぐる文書について岸田総理らを追及し、この文書をめぐり文書に議論の主導役として登場する磯崎陽介元総理補佐官らの証人喚問を要求しました。これに対し岸田総理はこの文書に関し、当時総務大臣を務めていた高市早苗経済安全保障担当大臣が正確ではないと指摘しているとした上で次のように述べました。当該文書は放送法の解釈に関する一連のやり取りでありますから、放送法を所管する総務省において精査することが必要とされていると認識をしております。次です。トルコ南部で起きたトルコシリア大地震は日本時間の今日午前、発生から1ヶ月となりました。トルコとシリアの2つの国ではこれまでに亡くなった方がおよそ5万2000人に上り、トルコでは大きな被害を受けた建物が22万棟を超え、いまだ多くの市民がテントでの避難生活を続けていて、住宅や暮らしの再建などに向けた支援の継続が求められています。
京都市の女子大学生にタリウムを摂取させ殺害したとして知り合いの37歳の男が逮捕された事件で、直前に2人が女性の家に歩いている姿が周辺の防犯カメラに映っていたことが捜査関係者の話で分かりました。女性は自分の部屋で酒を飲んだ後に体調が急変していることから、大阪府警は男がタリウムを酒に混ぜ室内で飲ませた可能性があるとみています。おしまいに、昨日の東京マラソンで男子の日本歴代3位となる2時間5分51秒をマークした山市一貴選手が今日一夜明け都内で記者団の取材に応じました。山下選手は昨日のレースについて、自分以上に周りの方々が喜んでくれている、それがちょっと嬉しいと笑顔で語りました。以上、この時間のニュースでした。ありがとうございました。いらっしゃい。パセリも緑、マッシュルーム、大和芋も緑、 JA 千葉みどりの新鮮野菜だよ。体も心も若々しくね。オールシーズンよりどりみどり、 JA 千葉みどりが健康野菜をお届けします。安心です。 JA 千葉みどり。続いて、インナーアミドの日照がお送りする日本放送天気予報です。今日の関東地方はパラついていた雨も、午後はお天気回復に向かいます。日差しが出てまいります。よかったですね。花粉が飛びやすくなっておりますので、どうぞご注意ください。気温は昨日とほぼ同じくらいです。4月並みの暖かさになります。今日の東京地方のお天気、曇りのち晴れ。都心の最高気温は13度、降水確率午後 20%、 夜 10%。 明日は晴れです。以上、お天気でした。フィギュアスケーターの渡辺美です。網戸のことなら日照にお任せですよね、日照さん。どんなサイズの網戸でも、どんな窓にも網戸を作り続けて半世紀以上の歴史を持つ日照が諦めずに作ります。その網戸、諦めないで、諦めないで、網戸のことなら日照。続いて、日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小市さん、よろしくお願いします。はい。高速道路は、東名高速道路の下りが神奈川県の大和トンネルで4キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは、海老名インターで6キロの渋滞です。千葉県の京葉道路の下りは、船橋料金所付近で2キロ渋滞しています。銚子連絡道路は、上下線の松尾横芝インターと横芝光インターの間が工事のため、明日の午前5時まで通行止めになっています。首都高速道路は、湾岸線の横浜方面へ向かう西行きが東京港トンネルで4キロの渋滞です。一般道路は、都内の環八通りの練馬区方面へ向かう外回りが杉並区環八五日市で4キロの渋滞、この渋滞の通過に50分かかっています。内回りは世田谷区瀬田を先頭に2キロの渋滞です。甲州街道の上りは、調布駅入り口で作業のため1キロの渋滞。埼玉の埼玉栗橋線の下りは、伊奈町蓮田駅入り口で工事のため1キロ混んでいます。道路交通情報センターの小市でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時25分ごろお伝えします。この後は本日のゲスト、徳永ゆうきさん生登場です。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発造成20年の信頼と実績、拓亮建設グループ TR コーポレーションで今すぐ検索。ベリーベスト法律事務所より、集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した皆様へ、昭和16年から63年生まれの方を対象とした最大3600万円の給付が現在行われています。まだ給付を受けていない方は給付を受けてください。特に注意が必要であるのが、現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方です。これらの方は給付対象にもかかわらず給付を受けていないことが多いです。最後に、この給付金ですが、請求期限があります。期限が切れる前に、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。おいしいルルル、ルバンバタロール。
あ、いい香り。柔らかい。マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルヴァンバターロール。松村邦洋と松本明子のラジオビバリーヒルズ。本日のゲストはデビュー10周年の徳永ゆうきさん。最近は若い人にも愛されるいじられキャラなんですよ。徳永ゆうきさん、この後すぐの登場です。さあ今日も11時半から生放送でお送りしているラジオビバリーヒルズ、はい、本日はいつもの高田先生がちょっと体調不良でお休みでして、代打松村邦洋でお送りしています。はい、そして月曜ビバリー担当松本彦でございます。はい、松松コンビでお届けしております。はい、それでは本日のゲストをご紹介したいと思います。10周年でーす。港風浴びて、本日のゲスト徳永ゆうきさんです。どうもこんにちは、徳永ゆうきです。よろしくお願いいたします。お世話になります。28歳。28です。若いです。大谷選手と同い年です。大谷世代は多いんですかね。大谷世代ということで、すごいですね。それこそもうね、 WBC も始まりますし、ちょっと大谷選手の活躍も楽しみなので。楽しみですよね、やっぱり。そこはちょっとね、各世代の人たちが頑張ってる姿で、僕も頑張っていかなあかんなと。平泉を飛ぶだからね、翔平っていうのはね。羽生結弦選手も一緒ですね。羽生結弦も一緒。もうなんかもうそう思うと僕らも自分年を取ってますよね。日の山世代ですもんね。あとさんは日の山世代56歳。 いくら若作りしたって56ですよ。うるさいね。俺だってもう清原世代ですよ。ピエールたちだから倍ですよ。うん、徳永ゆうきさんの倍が私。若い。本当ですね。素晴らしい才能の28歳でございます、徳永ゆうきさん、ね、大阪府出身でただいま28歳でございます。ものづくりの街ですよね。そうですね、大阪ね。ものづくりの街でございます。そして演歌大好きな両親のもとで育ちます。のびのびと育ちます。小学生の頃から演歌を歌う少年です。やっぱりお父さん、お母さん。そうですね、父、母、祖父、みんな演歌歌謡曲大好きだったので、気づいたら僕も歌ってましたね。どんな曲を？千正夫さんの北国の春を人生で初めて覚えて、小学校の時からもう白樺青空南風と拳がもう回ってましてね。はい、もう小学生から演歌歌謡曲、昭和歌謡っていうのはよく歌ってきましたね。はい、そして2011年16歳の時に NHK の名物番組のど自慢に出場されます。そして今週のチャンピオンに輝きます。え、はい、金全部なったんですか？合格いたしまして、その合格者の中から今週のチャンピオンということで、選んでいただきまして、グランドチャンピオンにね、グランドチャンピオンに選ばれたということ。そのチャンピオン大会にも呼んでいただいて、はい、グランドチャンピオンもいただきまして。のど自慢ってやっぱり登竜門なんですね。そうですかね。まあまあ合格したからグランドチャンピオンになったからって言って、みんながみんな別に歌手になるわけじゃないんですけども、まあなる方が多いのかなっていう感じはしますね。これ で、ね、はい、でまたさ、レコード会社のスカウトマンとかもさ、 そうかあの番組見てるんじゃないですか、多分。そうですね、まあでもそれがきっかけで、はい、レコード会社さんに声をかけて、やっぱりそうだ。松本明さんもそうですよね。そうなのよ。のど自慢かなんかに出てて、ちょっと引っかかったんですよね。そう、引っかかったんです。かすったっていうか、なんかどっかそうなの、ね、どっかかすったんでしょ、なんかのど自慢で。演歌歌手を勉強しませんかっていうレコード会社の方から連絡受けたことがありますよ。だから演歌系を歌える人を探してんですよね、やっぱり。スカウトマンがね、目を皿のようにして、やっぱり、びっくりしましたね。なんか最近あれですよね、なんか家族の雰囲気で歌ってますよね、あののど自慢も。そうですね、すごいなんか皆さん和気あいあいとして、みんななんかブースの中入ってやってますよね。そうですね、なんかこうみんなで番組を盛り上げるみたいな感じで、皆さん歌って楽しまれてますね。昔は一人歌ってパッと帰り帰ってましたもんね。ああ、そうね。なんか撤収みたいな感じですね。はい、はい、撤収みたいな。はい、それが2012年 NHK のど自慢チャンピオン大会にも出場されて、グランドチャンピオンにも輝きます。はい、そして歌手を目指し、高校卒業と同時に東京に、はい、上京されます。そして2013年秋、シングル、さよならは涙に、でデビューされます。そして2014年セカンドシングル平成ドドンパ音頭で第56回日本レコード大賞新人賞受賞。ほらすごいですね。キャッチコピーは日本の孫、裏コピーは演歌を届けるカピバラ。日本の孫
日本の孫、ね、演歌を届けるカピバラ、そして趣味は鉄道の写真を撮りまくる、鉄道も大好きです、鉄道オタクとしても人気者、はい、そして演歌と鉄オタの二刀流で芸能界を走り続けます。最近はフジテレビの千鳥の鬼レンチャンでも話題を振りまきました。本日のゲスト徳永ゆうきさんです。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最近話題でしたね、あの1月8日放送の千鳥の鬼レンチャン新春3時間スペシャルで、はい、サビを1音たりとも外さずに10曲歌い切るというサビだけカラオケの鬼レンチャン見事成功。ありがとうございます。いやいや、もうすごいですね。もうそれはそれは大変でしたね。もう普段からもうやっぱり練習して、そうですね、カラオケボックス行ったりだとか、時間を見てですね、合間合間で練習して、とはいえ普段からもう先ほども言ったように小さい頃から演歌歌謡曲昭和歌謡ばっかり聞いてきたんで、はい、もう最近の曲だったりとかポップス曲っていうのがすごい疎いところがありまして、すごいよ。もう今ね SNS でね、うっせーわうっせーわを歌ってたりとか、はいはいはい、徳永さんが歌ううっせーわとか、あとプリテンダーとか、そうです、もういろんな曲にチャレンジしてますね。ヒゲダンのね、曲とか、はい、あでもすごいですよね、そういう若い曲も歌えるし、本来の北国の春とか、おじいちゃんおばあちゃん、演歌ももちろん育った時頃のね、まあ、歌も、まあ、でもやっぱ演歌がもうこう体に染み付いてるんで、何歌っても拳が入るんですけども、拳が回るんですよ、節回しがちょっと入ってしまうんですけども、まあちょっとなんて言うんですかね、徳永の拳とそのポップス曲といい化学反応でまた違った雰囲気で、それが人気でね、またね、でもういじられまくるわけ。一音でも少しでも外すとさ、もうダメーっていう赤いあの画面になっちゃってさ、もう司会の千鳥さんとかかまいたちさんにさ、もう徳永っつっていじられキャラなんですよ。また愛されキャラ、そういうのが一番いいですよね。ありがたいですね、本当に。人生子分型ってのが一番いいですよね。横社会ですよ、やっぱり横社会。可愛がられるからね、可愛がられてね、ま、パイレーツカリビオブカリビアの、そうですそうです、ジョニーディップのまで、やりました、格好してさ、はい、歌ってましたよ。 あれで歌ったんですけど、あれもすぐ 3曲目4曲目ぐらいで終わったんで、結局支度時間の方が長かったっていう、はい、なんかいろいろそのね、メイクだったり装飾品とか衣装もそうですけども、こうつけてもろてやってもろて、海賊の格好して歌ってるわけさ、はい、やったんですけども、はい、もう歌った時間があっという間に終わりまして、はい支度時間とか ね、待ち時間の方が長かったっていうところ、ね、メイクとかそういう時間が長い場合もありますもんね。そうなんですよね。モノマネオーダーのピンク、ピンクの電話みたいなもんですよ。ピンクの電話さんみたいなね。そう、翔平さんとかさ、よしこちゃんの付属してましたからね。鬼レンチャンでは得意があるというフレーズも誕生、はい、緊張で目が潤む様子を意味しております。千鳥の二人からはトークの態度から演歌ナダルなどとも呼ばれていじられている。そうですね、もういろいろ言われてますね、うん、もう何回ぐらい、もうレギュラーですもんね。いやいやいや、もうでも本当に7回8回ぐらい出させていただいてるんですけども、はい、でこの間それこそ10曲歌い切ってレンチャンを達成したんですけど、うん、もうそれまではもう、3曲とか4曲とか、ひどい時はゼロ。あれ厳しいですよね、判定が。もうゼロも2回やってるんで、もうこいつってもうスタジオからいじられてたんですけども、その分今回ね、頑張ってちょっとスタジオのお二組を見返したろうという思いで、はい、頑張って練習して。すごい、どうでしたか、反響は。いやもうすごい、なんかやっぱり普段がね、そうやって高いレベルまで行かないので、うん、まさか徳ちゃんがこんなとこまで行くとはっていう皆さん驚きと、うん、で、やっぱりもうなんか、僕以上に皆さん喜んでくださってたりとか、それこそもう、親族のお嬢場とかもいろいろこう、連絡来たりとか、ね、で、やっぱりこう、友達からも、ワールドカップ、サッカーのワールドカップでスペインに日本が勝ったみたいな盛り上がりで、うわーってみんなそれ、そういう動画が送られてきて、みんなこうやって盛り上がってるよっていう動画が送られてきて、本当にね、もうなんか今までにその鬼レンチャンではないような反応がですね、皆さんから来まして、すごい
びっくりしましたね、まあ、今まで良くなかったね。なかなかいい成績を残せなかったのでね。ほいでそのね、あの演歌のキャンペーンをやってる時に、はい、中高生のギャルがね、はい、応援に来てくれるんだって、CD を買ってくれたりとか。いやもうそうです、最近だからいろいろキャンペーン回ってると、高校男子高校生とかね、中学生の女の子とか来てくださって、あのそう CD も買ってくれたりとか。でこの間 どこやったあのキャンペーンでお伺いした時に、女子中学生の子がですね CD 買ってくれて、なんですけど、うん、これが初めて、あの人生で初めて買う CD ですって言って、僕の CD を買っていただいて。今あの若い人とか買わないですもんね。ダウンロードとか配信とかで全部携帯で聞けたりするので、いやだからどうかなとは思うんですけども、あのちゃんとこう買ってくれるって、学校帰りに来ましたとか、それはだからあのすごい嬉しいですね。やっぱあれ鬼レンチャンとか出とくと、これ若い人たちもそうそうそう見てるからさ。そうですね、やっぱりいい相乗効果ですよ、ね、本当に、うん、視聴者の皆さんは多分若い方が多いと思うので、うん、まあ、その効果もあって、こうやってキャンペーン会場とかイベント会場に来てくださるっていうのは、なかなか演歌のラジオとかいろいろ、もうそれも大事ですけどね。そうですね、うん、それは演歌、演歌の世代でね、で、うん、でまた千鳥さんとかさ、かまいたちさんのファンの人がさ、うん、徳永さんを買っちゃおうかなみたいなね、そう応援してくれるって、あっこさんもその戦略でいけばいいんじゃないですか。またちょっとなんかそうか、うん、全くびくともしないじゃないですか、このなんかとかこれ動かせばいいんですよ、これ。あんだったらあのバーター案件でいいですか。事務所を超えたバーター案件で、年がいっててもあの全然下の方から入りますから、ご迷惑はかけませんので、ちょっとしたバーター案件で、あの交換条件じゃないですよ、束でお世話になるやつ、また束でお世話になる業界のものバーター案件で。本当徳永さん人気でね、映画も出てますからね、山田洋次監督の家族は辛いよ、ね、2にも出てましたからね、うなぎ屋、調子のいいうなぎ屋さんっていう、役で、うなぎ配達したりとか、ね、はい。よかったですよ、ね。でもなんか素朴な役とかがいいですよね。なんか山田洋次さんが話さなそうですよ、なんか、ね、雰囲気が。あ、そうですか。うん、まあでも、いろいろ出させていただいて、はい。なんか多趣味が全部広がりますね。そうですね。鉄道もそうですよ。鉄道ですよ、鉄道。鉄道も大好きで、鉄道もそうだし、さて山田洋次さんの作品も出るし、出させていただいて、そうですね、もうなんかいいんじゃないですか、小正蔵師匠の後釜みたいな感じで、なんか行きそうな感じしますもんね。いろんなことに今はもうやってますね。鉄道チャンネル、はい、歌鉄旅、ああや、はい、やってます。鉄道旅やってました。もう SNS でね、出てたりしますね。鉄道番組もさせていただいたりとか、鉄道番組にも引っ張りだこ、いろんなことやってますね。でもね、それがいいですよね、うん、それでまた CG 買っていただければ。そうなんですよ ね、やっぱり演歌っていうと、演歌って聞くとやっぱりどうしても年配の方が聞くジャンルの曲だっていうイメージが強いので、うん、やっぱそこの壁をやっぱりどうにかしてこう取っ払いたいと言いますか、ぜひね、やっぱ僕も演歌歌手としてデビューした分にはですね、やっぱり老若男女問わずですね、幅広い世代の方に演歌を届けたい、聴いていただきたいという思いはあるので、まあ、どっかいろんなことをやって、どっかがきっかけになって僕の曲を聴いていただけたらなという思いではいますけどね。はい、それがいいですね。中川家さんとかも特番やってますね。あ、そうですね。レイジさんともよく鉄道の番組ご一緒したりとか、してですね、いつももう車掌さんのアナウンスも、アナウンス合戦ですね。はい、レイジさんは大阪の京阪、僕は大阪の阪神、まあ、二人とも大阪出身なので、それぞれ地元の路線を、はい、やってたりとかですね。ちょっと好きな駅のちょっとアナウンサーをちょっといいですかね。じゃあそれ、先ほど今言いました阪神電車、はい、大阪なんですけども、ちょっと阪神電車こんな感じです。はい、本日も阪神電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は西宮行き急行です。停車駅は野田、尼崎、向こう側、甲子園、今津、終着西宮の順に停まります。西九条南波、奈良方面は途中尼崎で阪神南波線にお乗り換えください。発車まで3分ほどお待ちください。こんな感じですね。うまい。僕もね、甲子園行くとき梅田から行きますからね。そうですね、あそこの阪急百貨店とか、ね、はいはいはい、そうなんです。いいですね、阪神電車。いや、僕は阪神沿線で、生まれ育ったのでよく乗ってた路線なので、はい、いいですね、名調子でしょ。これで中川家さんとかところコラボコラボもそうですけど、
こうやってまた大阪の番組も広がりそうですね。そうですね。大阪も鉄道いろいろ多いですし、うん、まあレイジさんもそうですけど、もう皆さん全国の鉄道に詳しい方多いので、そういうのでね、何かまたいろいろできたらなとは思ったりもするんですけども。阪神タイガース関係のお仕事も入れて。そうなん、いやでも僕阪神タイガース、もちろん僕も小さい頃はタイガースのファンで、あんまりでもいい思い出がないと言いますか、それこそもうね、今シーズンももうそろそろ野球始まります。去年、昨年、京セラドームで始球式と国歌独唱させていただいた、はいはい、開幕戦。そうなんです。開幕戦で、もうめちゃめちゃいい経験させていただいて、で、よっしゃ、で、開幕戦も途中まで勝っとって、これもう今日勝てば一日もう、ラッキーやで、言うて、ちょっと用が、ちょっと電話が来て、ちょっと席外して、席帰ってきたら逆転されてまして、で、開幕戦逆転負けを食らって、で、タイガース、そっから9連敗というですね、長いトンネルに入りまして、これもおそらく僕はもう始球式呼ばれないだろうなっていうのはね。それをまたね、ネタにしてラジオでまたやろうとする作戦でいいですよ。いいですかね。全然いいですよ。いやもうね、うん、だからちょっとね、また機会があればどっかでまたリベンジしたいですけどね。地元ですからね。そうなんです。うん、だから、ね、これでなんかまた阪神関係の仕事とかもやって、ね、ファン感謝デーとかでもやって。いやもうぜひちょっと中川家とかとパッケージでやったらいいですか。繋がれたらいいな、繋げていけたらなと思うんですけども、どうしてもやっぱりね、悪い思い出っていうのはやっぱりファンの皆さんも一番ね、心に残ってしまう部分があるのでね。大丈夫ですかね。誰も覚えてません。そっから9連敗とか、誰も覚えてません。大丈夫ですかね。それ自己嫌悪く、自分で悪い悪いって言い過ぎですよ。僕が思ってるだけですかね。全くファンなんか誰一人持ってませんよ。よかった。ファンはみんな結果ですから阪神の。あ、そうですよね。もうそんな始球式誰かやったかも覚えてないぐらいですよ。それじゃ元も子も。でも去年も、ね、僕もそうだけど。でも僕もやったけどあんまね、うん。でも去年はタイガース前半戦で借金返しましたからね。そうですよ。そう。だって1勝11敗1引き分けですよ。結構だから。1にかけるか全部1でしたからね。ね。あれからよくクライマックスまで2位に持ってきましたよ。だからそこはね、だからすごいなっていうのはね、はい、思いましたけどね。うん、まあ、どっかでまたチャンスがあったら、国家独唱でもいいですし、始球式でもいいですし、なんか、阪神タイガースにね、関われたらいいなと思いますけどね。いいです。そうやって言っておけば、サンテレビの、選手と一緒にカラオケ大会とか。やりたいね。ね。いいです、ね。そういけばいいですよ。阪神電車抑えてるんですから、大丈夫ですよ。そうそう、阪神電車こんなに抑えてんだから、あれ 42.195 キロですから、フルマラソンと同じぐらいの、あれぐらいしかないですけど。そうですね、なんか、電車から繋げていくのもありですね。電車経由で、球団に潜り込むっていう、もうあとは出向社員みたいに入っていけばいいんですよ。もう、そのお顔立ちがね、球団にはまるようなお顔立ちですよ。ありがとうございます。よかった、よかった。ね。あ、で、六角さんみたいな雰囲気で。一日駅長、そうですね。一日駅長っていうのはやったことないのでね、やってみたいですね。いやりたいねはい、ちょっと今、お聞きの駅長さん、ビバリーにぜひメールをお願いします。はいはいはい、ぜひ、もう何かありましたら。だからこうやって、ま、デビューして10年迎えますけど、こういろいろ鉄道が好きっていうのもデビュー当時からずっと言ってきてるんですけど、撮り鉄でいろいろ地方行って写真撮って、はい、いろんな電車乗ってって言ってるんですけど、なかなか一日駅長の声がかからなくてですね。これなんでかなと思いながらですね、ぜひともね、それこそ小さい頃の夢は、鉄道関係の仕事に就くっていうのが夢一つあったんで、はいはいはい、それまたどこかでね、こう駅長だったり、一日車掌でもいいですし、うん、何かこう ね、できたら、僕自身も嬉しいななんて。僕もね、電車の時って結構一番前に乗ってますね。線路がこうやってガタンってなんか、ね、そうですね、ずっとこう、ね、あれ気持ちいいですよね。前の景色を見ながらね、世界の車掌からみたいなもんで。そうなんですよね、だから。ずっとやっておけば楽しいんですよね。で、まあ、路線によってはどんどん景色が変わっていったり、都会の中走ったり、急に山の奥走ったりとか、トンネルが出てきたり、海沿い走ったりっていう、これ日本ならではの路線っていうのはいっぱいありますからね。これでまたね、はい、車掌の仕事がないんですって、これラジオで呼びかけるじゃないですか。絶対来るんですよ。来るんだよ。これもまたね、甘い罠ですよね。作戦ですよね。もう本当事務所の戦略じゃないですか、多分。いやいやいや、ね、事務所込みでの戦略じゃないですか。これはね、でも自分から、もう、はい、だから、事務所の人たちはね、もう、鉄道いいですって、っていう顔なんですよ。どっちかというと。嘘の方でね。移動中、だから、移動も鉄道にしてくれって言ってるんですけど、いやいや、もう移動は飛行機でお願いしますって、もう、ここで、移動手段についてですね、マネージャーさんと、僕とでまず揉めるんですよ。まずバトルがね。はい、鉄道の方がいい、いや、飛行機です。もう時間がないので、飛行機です。どっちですか？飛行機ですとか言われたりするんですけど。まあまあ。そして、みんな、
ね、ニューアルバムが。はい、そうでございます。2月1日発売でございます。徳永が来るというタイトルです。すごいですね。キリンが来るじゃなくて。そうですね。ダーリンが来たじゃなくて。徳永が来る。これ、TikTok でなんとかなるさのさ、踊り。あ、そうなんです、そうなんです。あ、ありがとうございます。見ましたよ。あ、ありがとうございます。ね、そうなんです。いろいろ振り付けがあったりだとか、はい、そういうのでも。とても明るい曲で。はい。これはオリジナルの。そうなんです。新曲なんですよ。はい。新曲でございます。ね、あ、今流れてますね。これが何ですかね。なんとかなるさ、何曲目のなんとかなるさ、これはもう明るい TikTok でも、はい、踊りながら歌っております。ながらぜひ皆さん一緒に楽しんでいただけたらなと思います。まあなんかいろんな嫌なことがあってもなんとかなるさです、ね、そうですね、結果そうなんですよね。だから失敗とかミスあってこう落ち込んでもう時間の無駄ですから、結局、まあ、同じことを同じ失敗を繰り返さなければなんとかなるやろっていう、もう寝て翌日迎えたらもう気持ちも新たに頑張っていこうじゃないかな、頑張っていこうという、はい、そんなね前向きな曲ですね。失敗したら周りが悪いでいいですもんね。いやいやいや、それは、ね、まあ、時と場合によると思うんですけども、うまくいけば折れる手柄、失敗したら周りが悪いでね。どんな曲が、はい、この、はい、このアルバムは他にはどんな曲？そうです、オリジナル曲も数曲入って、渋谷武士隊青春はとか、車輪の夢という曲、夜明け前という曲、オリジナル曲も入ってたりするんですけども、カバー曲も収録しておりまして、青春の影とか、ホームにていちご白書もう一度同じ、白書嬉しいですね、フォークソングとかですね、もう一度バンバン、はい、そうなんです、大塚さんの青春の影、渋谷武士隊青春はというのがいいですね。あ、ありがとうございます。これ作詞作曲はつんくさんに手掛けていただきましてですね、は、まあ、僕自身がですね、そういう先生とか師匠がいないので、はい、それこそデビュー曲もビギンの比嘉栄翔さんに手掛けていただいたりとか、本当にいろんな方に手掛けていただいたり、その演歌の枠というかね、肩にはまらないっていうので、結構いろんな、あ、この曲ですね、これがつんくさんに手掛けていただきました、渋谷武士だよ青春は、なんか何は武士だよ人生はいいけど、そうですね、ちょっとこう渋谷武士だよとか、ちょっと東京の方もいいですね。そうですね、やっぱ渋谷って若者の街からこう発信していこうということで、こうポップな感じに手掛けていただきまして、はい、はい、いろんな曲が入っております、はい、そのニューアルバムから1曲、徳永さんからちょっと、はい、紹介をお願いしたいと思います。ありがとうございます。それこそ先ほど鉄道の話で盛り上がりましたけども、中島みゆきさんのこの曲もカバーさせていただきました。徳永ゆうきでホームにてお聴きください。ふるさとへ向かう最終に乗れる人は急ぎなさいと優しい優しい声の駅長が街中に叫ぶ。振り向けば空色の汽車は今ドアが閉まりかけて明かり灯る窓の中では帰り人が笑う。走り出せば間に合うだろう。飾り荷物を振り捨てて街に街に挨拶を。振り向けばドアは閉まる。空色の汽車は今ドアが閉まりかけて
明かり灯る窓の中では帰り人が笑う。ふるさとは走り続けたホームの果て、叩き続けた窓ガラスの果て、そして手のひらに残るのは白い煙と乗車券。涙の数、ため息の数、溜まってゆく空色の切符。ネオンライトでは燃やせない、ふるさと雪の乗車券。徳永ゆうきさんの新しいアルバムからでございましたね、はい、ーホームにてという、はい、中島みゆきさんのカバー曲でございました、うん、いい歌ですね。いいですね。ありがとうございます。これきっかけで東京の電車の車掌の役とかね、やりたいな。車掌の役いいじゃないですか、ね、車掌の練習もしてドラマとかいろいろ何でもやりますんで、小田急が好きですか。小田急好きです。やっぱ上京してね、あのすぐ小田急沿線に住んでたので、はいはいはい、よくの小田急は声が渋いと言いますか、落ち着いてる、落ち着いてるというか、本日も小田急をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は急行相模大野行きです。停車駅は代々木上原、下北沢、共同、成城学園前、上りと向こうが丘遊園、新百合ヶ丘、町田、終点相模大野の順に止まります。発車まで車内にてお待ちください。これってなんで覚えられるんですか。ありがとうございます。これは、でも、やっぱ沿線でよく乗ってたっていうのもありますし、なんか、キーってそうですね、自然と覚えてたっていう、ですかね。いやいやいや、もう、そんな、こんなことばっかりしてました。やっぱ歌を覚える才能と似たあれがあるんじゃないですか。なかなか歌詞覚えられないからね、我々ね。さあ、それでは徳永ゆうきさんにベスト3を選んでいただきました、はい。旅先でのエピソードベスト3でございます。それではゆうきさん、第3位は、ロケ先で結婚おめでとうと言われた。よかったですね。いやでも僕結婚してないんですよ。してないですよ、まだですよ。そうなんです。で結婚してないの、結婚おめでとうって言われて、でいい奥さんもらいましたねって言われて、誰と勘違いしてんのやろうって思ってたんですけど、僕朝ドラ出させていただいた時に、その役で結婚したんですよ。はい、カムカムエヴリバディという作品で、ヒロイン川栄李奈さん演じる、まあ同級生の役、同じ町の近所さんの同級生の役でやったんですけども、そのドラマの中で結婚をしまして、っていう、やっぱり影響力が強いですね。そうなんです。みんな見てますね。地方行っても本当にみんな、結婚おめでとうって、その、おめでとう。ね、ま、その、結婚おめでとう言う前に、いつも朝ドラ見てます、結婚しましたね、おめでとうございます、とかってわかるんですけど。前振りなしで。なしでも、結婚おめでとう、もういい奥さんもろて、よかったね。いや、いい奥さんもろてませんけど、って思いながらですね、いやいや、僕、そんな、結婚してないですよ、って言ったら、うん、うん、違う違う、朝ドラやんか、朝ドラですかな、ありがとうございます、見ていただいて、っていう。みんなね、同じ気持ちになってね。ドラマと現実がね、そう。わかんなくなるぐらいの方が一番いいですよね。いやいやいや、もう、でも、それぐらいもう皆さん、いろいろ地方行っても、もう皆さんそうやって朝ドラの話をしてくださってですね。面白かったですか、撮影は。いや、もう面白いも何もめちゃくちゃ緊張しますね、やっぱり。普段やっぱ歌のステージとは全然違う雰囲気も、もちろん全然違いますし、スタッフの数だったりとか、もう、そら、そらもう NG 出したらどうしようとか、いや、皆さんに迷惑かけないように頑張ろうっていうのは思ってましたけども。でもあれだけ車掌の覚えられるんだから、小田急さんあれだけ覚えられるんだから、ドラマのセリフなんて楽でしょ。いやいやいや、でもドラマってほら、あの車掌さんはほらずっと一人喋りじゃないですか、はいはい、だからある程度いいんですけど、うん、ドラマってこう相手の方がいて、相手のセリフがあって、それを受けてこうセリフを言ってっていう、こう皆さんとこう作り上げていくので、ね、相手の方のセリフと飛ばしてしまったりとか、うん、まずいですもんね。そうなんですよね。だから僕もね、なんか駅員の役やったことあるんですけどね、ステーションって吉田優作さんと絡みなんですけど、セリフが全然入ってこないから、
から、最後、吉田優作さんの耳元にカンペを置いて、あの、セリフ読んだこともありましたね。なったらもう僕もそれぐらいがいいなと思うんですけども。やっぱ歌とは、歌とまたね、また訳が違うんですよね。はい、それでは、徳永ゆうきさんに聞きます、はい。旅先でのエピソード第2位は、はい、佐賀県の居酒屋で。どうしましたこれはですね、それこそキャンペーンで佐賀県にお邪魔しまして、で、まあ、レコード会社のスタッフと、そのレコード店のスタッフの方と、うん、もう3人4人なんですけども、居酒屋で夜ご飯食べに行ったんですね。で、いろいろ注文して、まず飲み物頼みましょうかって飲み物頼みまして、はい、ほいだらですね、頼んでもない魚の煮付けがめっちゃでっかいのが出てきまして、大きい大皿の、これぜひ皆さんで食べてください、言って、いや、頼んでないですけど、って言ったんです。けど、あの、奥の料理長からのプレゼントですと。で、つい先日誕生日を迎えましたよね。おめでとうございます。優しい。僕、何も言うてなくてですね、そういう誕生日の話題もしてないですし、ただ、あの、飲み物だけを注文したんですけど、その時にもう僕のこと気づいてくださってたみたいで。ありがたいですね。ありがたい。粋な計らい、料理長の粋な計らいでですね、そうやってお誕生日おめでとうございます。それこそ、あの、鬼レンチャンも見ましたっていう話をしてくださってですね、もうそれはそれはもう大きい、もう魚の煮付けいただきまして、美味しくいただいたという。そういう心配り嬉しいですよね。そうですね。大事ですね。なんか別に前もってこうね、僕が話したわけでもなく、急にふっと出てきたのが、もうすぐ料理長かっこいいなと思って、料理長ありがとうございます言うて。なんかあの、自然のアドリブがいいですよね。そうですね。そういうのにちょっと感動して、嬉しく、はい、美味しくいただきましたね、煮付けの方も。さすが。じゃあ、この後も、はい、長いゆきさんとお届けします。はい。ここで、中央事務所より、クレジットカードの利用経験者に現金が戻るかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる、どんなお知らせですか？はい。あなたは、過払い金をもう受け取りましたか？実は、勘違いから多くの方々が、未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは、過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実は、デパート、スーパー、銀行系列のカードローンも対象です。また、現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり、利用期間が短いために、自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると、信用情報に影響が出てしまうとかですね。手続きしても影響はないんですか？はい。関西語なら、信用情報に影響はありません。また、利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫です。それは助かりますね。このように勘違いから、過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカードを利用した経験のある方は、間違っていても構いません。あなたが対象か、無料でご確認を。お電話は、0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。セブンイレブンカレーフェス、話題の名店のカレーが大集合。まずは34種のスパイスを使用した欧風カレーの名店、荻窪トマト監修スパイスの香りはじけるビーフカレー。続いてビリヤニで味わう南インドのチキンカレー、エリックサンス監修チキン&バターチキンカレー。他にも見逃せない名店の味続々。セブンイレブンカレーフェス。ナイツの花輪です。土屋です。月曜パートナー平野ノラです。ナイツのラジオショーゲストに渋谷ジャックが話題になった安田大サーカスのクロちゃんが生登場。彼女ができてフィギュアも販売してダイエットも順調で、あん毎日が幸せ、チャプチャプ。トークの内容は嘘をつかないでほしいし、放送は今日お昼1時から。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの奥村さん、よろしくお願いします。はい。首都高速道路は湾岸線の横浜方面向かう西行きが、有明での事故の処理は終わりましたが、5キロ渋滞しています。川口線の川口ジャンクションから湾岸線空港中央までのルートです。川口線を上り、江北ジャンクションから中央環状線外回りの葛西ジャンクションを経由して、渋滞している湾岸線を西へ進むと空港中央までは1時間です。川口線を上り、江北ジャンクションから中央環状線の内回りを通り、大井ジャンクションを経由して湾岸線の空港中央までは50分です。日本道路交通情報センターの奥村でした。
ありがとうございました。次の日本放送交通情報はナイツザラジオショーの中で1時30分頃お伝えいたします。ポッドキャストを通じて吹奏楽を広く知ってもらう番組、東京高専ウィンドオーケストラプレゼンツ It's a Wonderful Wind。 日本放送ポッドキャストステーションで各週の金曜お昼12時に配信中。吹奏楽の魅力をお楽しみください。続いてはラジオリビングです。今日は愛知県三河産刻みうなぎ特別増量です。柿花さん、よろしくお願いします。はい、柿花忠です。今日の日本放送ラジオリビングは愛知県三河産刻みうなぎ特別増量を数量限定でご紹介しています。大好評の理由は何といってもお値段です。刻みうなぎというのはいわゆるかば焼きを短冊状に刻んで食べやすくした商品です。うなぎをさばく際に身が切れたものやサイズが大きすぎて長焼きにできないものを細切りにすることでお買い得価格を実現しました。ひつまぶし風にしてご飯と一緒に食べるともうとろふわの食感と香ばしいタレの風味、まさに絶品なんです。食べたい時に冷凍庫から出して湯煎するだけです。手軽に美味しいごちそうがお召し上がりいただけます。いろんな料理にアレンジ自在。賞味期間は冷凍でおよそ11ヶ月。冷凍庫の場所も取らないので保存も楽です。この機会にまとめ買いをおすすめいたします。通常7袋のところ特別に1袋増量、 50g 入りを合計8袋。同じ量長焼きだったら 1万8000円近くするところもある中、税込み5480円です。16袋セットはさらにお得、税込みジャスト1万円。お申し込みお問い合わせは0120-1242-86 までどうぞ。ペットは大切な家族です。そしてかけがえのない親友であり永遠の恋人でもあります。私たちはペットと人の絆を一番に考え、心豊かな暮らしを実現します。大切にしたいペットのためにアースペットです。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。テリー伊藤です。唐揚げの天才に新メニュー、チキン南蛮のり弁が登場です。タルタルソースをたっぷりかけたチキン南蛮とテリー伊藤こだわりの卵焼きが楽しめるボリュームたっぷりののり弁です。唐揚げの天才はお弁当メニューも充実しています。テリー伊藤です。唐揚げの天才に新メニュー、チキン南蛮のり弁が登場です。タルタルソースをたっぷりかけたチキン南蛮とテリー伊藤こだわりの卵焼きが楽しめるボリュームたっぷりののり弁です。唐揚げの天才はお弁当メニューも充実しています。3月6日月曜日、松本明子の天気予報です。東京地方曇りのち晴れ、お天気回復しますが花粉が多く飛びますのでご注意ください。この後も徳永ゆうきさんにお話伺います。さて、徳永ゆうきさんにベスト3を選んでいただいております。旅先でのエピソード、ロケ先で結婚おめでとうと言われた佐賀県の居酒屋で、そして第1位を聞いてみたいと思います。はい、ゆうきさん、第1位は東海道新幹線が止まった。何ですか。これはですね、やっぱり最近日本はやっぱりゲリラ豪雨だったり自然災害が増えてきた中でですね、東海道新幹線がね、規制値の、雨量計の規制値が超えましてですね、新幹線が止まってしまった。これはもう仕方ないことなんですけど、まあで、想像以上の雨が降ってですね、もうその日は運転しませんと。
なりまして、はい、あの終日運転見合わせますと。で新幹線ホテルっていうのがね、あのホームに新幹線が開放されてそこで休憩してください言って、はい、新幹線の座席でこうやって中で、はい、一夜を過ごしましてですね、で翌朝迎えたんですけど、翌朝もちょっと新幹線の調子があのあまりよろしくなくて、もうちょっと止まりそうだ、名古屋と大阪間だけ運転しますという話になって、いや大阪から東京に戻りたかったんですけども、名古屋までしか行きませんと、で小玉での運用になります、どうしよっかな、運転再開待とうかなと思ったんですけども、やっぱり鉄道が好きなので、いやちょっと違うルート探してみようかなと思って、で僕が結局最終的に乗ったのは、大阪から、新大阪からですね、特急サンダーバードという特急が走ってまして、それで金沢まで行きまして、はい、で、金沢から北陸新幹線で東京に戻るという。ぐるーっと回ったわけ、はい、自分で考えたんですか？自分で考えて、まあ、いろいろ他にも、ね、名古屋まで行って、名古屋からワイドビューシナノ乗って、それこそ長野の松本に出て、松本からあずさ号に乗って、あの、新宿に帰るという、いろいろもう、あ、いろいろ手段は探ってみたんだ。そうなんです。ね、でも、まあまあ、ちょっとお仕事もあって、ちょっと乗り換えが少ない方を選ぼうということで、その金沢経由で。何時間かかりますか？いや、でも、朝7時過ぎぐらいですか、7時半ぐらいの乗りまして、うん、12時過ぎにはもう東京駅に。回ったね。新幹線の中で待機してるときってあれ、食料がなくなるでしょ？なくなる。水一本、飴玉一個もなくなる。まあ、でもその時は大丈夫でしたね、僕は。はい。もう、初めての経験だったの、新幹線でこう、止まるっていうのが。もうちょっと、鉄道好きからしたら、ちょっと、どんな感じなんだろうっていうので、ね、はい。ちょっと皆さんとは違った気持ちで乗ってたかもわかんないですね。昔、ジャイアンツの仁岡さんが阪神線のときに止まっちゃってて、あら。なんか、食料ないまま、甲子園球場に来ましたからね。結構大変だね。でもサンダーバード乗ったからまたいいんじゃないですか。そうですね。ね、でも良かったですね。いい経験でした。はい、はい、質問もたくさんリスナーから来ております。ありがとうございます。こちらはユッキーバナナさんです。徳永さんの一番好きな駅弁は何ですか？駅弁？はい、私は千葉県に住んでいて、千葉の菜の花弁当が大好きです。うん、家のそばにはいすみ鉄道が走ってるんですよ。菜の花弁当はいいね。菜の花の黄色と桜のピンク色の中を走っていきます。ぜひいすみ鉄道も乗りに来てください。いすみ鉄道も車両が黄色でね、また菜の花の黄色といい感じなんですよね。いいですよね、いすみ鉄道ね、はい、あのムーミンとか。そうなんです、ムーミンあり、あり、はい、あります、あります、はい、そうなんです。駅弁ですか？僕は牛タンまかない弁当っていう新大阪でよく買うんですけど、でも東京から大阪行くときはもうあの崎陽軒のシューマイ弁当。いや、いいね、いいですね。やっぱ鉄板ですか？そうですね。なんかあの、冷えたのがうまいですよね。なんかね、そうなんですよ。何でも温めるのがいいんじゃないんだよね。そうなんですよ。なんかあれがね、逆に癖になってですね。冷えても美味しいの。あの、シューマイ弁当のシューマイだけじゃ足り、あの、足らず、さらに12個入りのシューマイを足すっていう。うん、はい、あ、美味しゅうまい？そう、美味しゅうまい。いや、本当に、冷えてこそ弁当ですよね。なんかね、そうなんですよ。それがね、なんか逆に癖になると言いますかね。うん、そう、好きですね、僕も。ご飯、ご飯と頬張るのがいいね。そうですね。とか、はい、最高よ。そうなんです。はい。最高でございました。ありがとうございます。ね、ということで、ニューアルバム、はい、徳永が来る2月1日発売でございます。こちら。最近身近な人を亡くされた方へ、相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まずは相続税がいくらなのか無料でご確認を。お電話は 0120-400-800-400-800。 東京税理士会所属税理士法人48。個性美味しいコーナー、美味しいよな。シェイキひとふり最高な、うま辛コーナー。乳酸菌いるニュータイプなキッチン、キャンプみんな飲み方。個性美味しいコーナー、キムチパウダー。シェイキひとふり最高な、うま辛コーナー。 Take it low。個性空気清浄機、お手入れがもうちょっと楽にできたらな。簡単にフィルターを外せたり、手を汚さないで綺麗に洗えたらいいのに。今の女性の声に共感したあなた、光栄の空気清浄機は手を汚さずにフィルターのお手入れができます。ベストなお手入れのタイミングを自動でお知らせ。大きなホコリをブロックするプレフィルターもさっと引き出して水洗いすればお掃除完了です。お手入れ簡単な光栄の空気清浄機は日本放送のラジオ通販ラジオリビングで販売中です。ラジオリビング、光栄で検索。はい、
ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいか、と電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お便りいきなり大笑い。これ今日は1946年のこの日、はい、日本で初となるスポーツ新聞日刊スポーツが創刊された日ということで、スポーツ新聞の日ということでございます、はい、テーマは私とスポーツ新聞でたくさんメールをいただきました、はい、まっちゃん、はい、こちら浜虎渋蔵さんからいただきました。スポーツ紙っていうのはそれぞれ得意分野があるんですね。日刊スポーツ、日刊はサッカー日本代表とゴルフが得意分野、そしてスポニチは日本女子ゴルフが得意分野、東中は F1 ですが、デイリーは別格で、タイガースの情報源はデイリーです。ああ、なるほどね。もうタイガース新聞だからね。うん、僕日刊スポーツのイベントでもタイガースの話でデイリーの話ばっかりしてたこともあるけど、タイガースオンリー、勝っても負けても。ああ、芸能面も時々行きますよ。面白いの一気になんかこう、一気にね、いいの撮るときもありますよ、芸能も。今は、デイリー。うん。いや、スポーツ新聞面白いですね。まあまあ、阪神タイガースが強いですね。どんなに WBC が来ててもタイガースですもん。WBC の話一切ないときありますもん。なんか、なんか、放置とデイリー読むと、日本で同じ出来事が起きてると思えないの。うん。それはありますよ。うん。はい。どんなに WBC も盛り上がってても。はい、WBC ない時ありますもん。ブレないね。はい、WBC もっていう感じの時もあります。ブレないね。はい。はい。もう一枚動かない歩道さんです。こちらは20年ほど前にスポーツ新聞の見出しに、カッパ発見と書かれている。会社に着いたらその話題で持ちきりでございました、ね、新聞が報じるくらいだから何かしらの証拠はあるんだろうな、ロマンがあるなと思っていましたが、しかし、数日後その記事が電波少年の仕掛けだったことを再度驚きました。そうか、土屋さんが何かやったんですかね、トースポット組んでね。カッパ関係多いもんね。だってもともと元気が出るテレビの AD だったから、電波のスタッフほとんどね。カッパがいたってね。カッパがいたでございました、はいはい、それでは、私とスポーツ新聞たくさんいただきましてありがとうございます。それではここで一曲、はい、僕ね、いいですかね、僕の好きな歌、アニメのね、キャプテンって漫画好きなんですよ。青葉のね、谷口くんが住谷に中に転校して青葉を倒すっていうね、これもいい、大好きですね。ナインティナインハーモニーで君は何かができる。目指せ秘めた力、自分じゃわからないよ、夢を大きく持とう、そうだ飛び切りでかく答えよりもっと大事なことは、勇気出して自分を試すことだ、君は何かができる、誰も何かができる、熱い想い燃やせばそれで心も体も爽やかだ、僕らは若い日はみんな進んで行けよ、後ろ向くな前だけ向いて行けよ、それが青春なんだ、それが青春なんだ。松村邦洋と松本明子のラジオビバリーヒルズ。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、
そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ここでガリバーからのお知らせです。突然ですが、愛車を高く売りたいとお考えならガリバーにご相談ください。愛車との別れ、様々な思い出が蘇り、少し切なくなりますよね。愛着があるからこそ高く買い取ってほしい。お電話でお車の車種と年式、走行距離などを教えてください。おおよその査定額がわかります。0120-66-4747、66-4747。まずはお電話ください。中古車買取はガリバーにお任せ。以上、上柳雅彦がお届けしました。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代女性主婦の方からの感想をご紹介します。私は生活費のためにデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなり、まだ小さかった子供たちを育てるため仕方がありませんでした。それを返し終えたのは5年前です。過払い金のことは完済前から知っていましたが、借り入れが少なかったため自分には関係ないと思っていました。それでもあの日はなぜか間違っていてもいいかという気持ちになり電話をしたんです。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このお金は家具や布団の買い替えに使います。このようにクレジットカードのご利用経験者に過払い金が戻るかもしれません。あなたに過払い金がいくら戻るか、今すぐ無料でご確認ください。間違っていても構いません。過払い金がないことの確認も可能です。お電話は 0120-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いてはハロー千葉です。千葉から生の情報をお届けします。千葉支局の加藤真理子さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。千葉市内は曇り空が広がっています。正午現在 12.2 度です。さて、今日は北総鉄道の SDGs への取り組みをご紹介します。北総鉄道は昨年創立50周年を迎え、22年ぶりに駅の係員や乗務員の制服を新しくしました。これに伴い使わなくなった制服は全部で 1047kg。 これまでは焼却処分していたそうですが、 SDGs の目標、作る責任、使う責任、気候変動に具体的な対策をにつながる取り組みとして、今回はリサイクルしたそうです。社員の方が1着ずつリサイクルに適さないボタンなどを外した後、業者に送り、自動車用内装材として再活用されます。また4つの駅に新しく設置したベンチには、建築用などで一度使用された千葉県産の木材を再利用しているそうです。千葉県内でもこうした SDGs の取り組みが広がっています。以上、千葉のスタジオから加藤真理子がお伝えしました。加藤さん、ありがとうございました。かわいい。ただいまマザー牧場では赤ちゃん羊が続々誕生。一緒に写真を撮ったり触れ合ったり、赤ちゃん羊に会えるのは今だけ。行かなきゃ。菜の花やいちご狩りなど春限定のイベントも盛りだくさん。おいでよ。リズムライフ。大家の皆さん、賃貸物件のお悩みは？リズムライフ。管理から客付けも当社で募集。リズムライフ。親切丁寧、リズムライフにまるっとお任せ。リズムライフ。0120-888-254。リズムライフ。
ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代男性自営業の方からの感想をご紹介します。キャッシングの過払い金なんて当時数十万円しか借りていなかった私にあるはずないと思っていました。それでも月末の生活費の支払いがちょっと厳しくなってきて電話を。そしたら30万円ほどの現金が入金されたんです。一本の電話から予定になかったお小遣いをスマートに手にすることができました。勝手に壁を作っていましたが、小遣い稼ぎ程度の軽い気持ちで電話するのもありですね。このように少額のキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。小児科専門医の地味花子です。すくすく育て子どもの未来健康プロジェクト。この番組は子育てに日々奮闘しているママやパパ、子育てに関わる皆様に役に立つ情報を提供していきます。放送は今度の日曜朝6時4分から。こちらは明日、はい、ゲストの工藤彩乃さんの新曲「はい、洗い髪」をお届けしております。今日は、高田先生がちょっと体調不良で、ありがとうございます。元気ですからね、はい、そうですね、元気みたいでございます、はい、それではビバリーの当選者発表です、はい、ビバリー名シール足立区のスーパーヤッチスターさん、そして藤沢市ののりりんさん、四季市のことしさん、以上3名様にお届けいたします、はい、おめでとうございます。そして今週のビバリー火曜日、明日火曜日はゲストに11時台にドロンズの石本さんが来ます。あ、今ねドラマがすごいんですよ、よく出てんですよ、テレ朝のドラマとかね、石本さんが来ます、はい、そして12時台に今お聞きの演歌歌手工藤彩乃さんがいらっしゃいます。そして水曜日は翔太さんと乾きみこさんのビバリー、ゲストは演歌歌手の丘みどりさん、綺麗なんですよね、可愛くてね、べっぴんさん。そして木曜日は清水美智子さんとナイツ、音楽道場破りはスターリクエスト、謎かけのお題は宇宙飛行講師でお願いします。金曜日は高田文雄先生復活でございます。そして松村邦弘くん、伊勢山さやかちゃん、恒例週刊 IQ くじでお楽しみください、はい、そして来週月曜日のゲストはもうすぐ新刊を発売、吉本興業の大崎宏会長がやってまいります。すごいね、ちょっと吉本興業のね国取り物語とか会社のなんか話とかもなんか面白いんじゃないですかね、先生と。ですね、大崎会長でございますよ。わ、先生と どんな話になるのか、ね、どういう話になるのか楽しみでございます。そして高田先生の最新ブログの方もチェックしてください。そしてネット記事にもなってます、早速、はい、今日のビバリーがね、嬉しいですね、はい、そしてお隣のナイツさん、ノーラちゃん、はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。お世話になりました。野球がね、もうそろそろもう WBC ですよ。WBC が始まりますね。松村さん、そうか、WBC なのに俺鎖国してタイガースばっかり追いかけてたけど、ね、今日タイガース応援しないでくださいよ。俺僕はやったけど、あのまずはタイガースだな。フォアストはね、誰フォアスト、あんまり言ってなかったんだよね。ありがとうございました。ありがとうございました。ビバリーはまた明日です。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。FM93.0!AM1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 松本明子さん、そして今日はピンチヒッターの松村邦弘さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。はい、花輪信之です。平野ノラです。ナイツラジオショー、今週もよろしくお願いします、はい、お願いいたします。ありがとうございましたね、先週はい、ね、浅草も ね浅草芸能大賞の、ね、受賞式ありました、ね、土曜日、ね、おめでとうございます。本当におめでたい、ね、ありがとうございます、うん、スターの手形もね、あの飾っていただきました、うん、わーすごい、ね、手形は嬉しいね、本当ですね、まさかね、すごいよ本当に、
当にすごいですね、松坂慶子さんにもお会いしましたね。松坂慶子さんの一橋桐子のドラマも散々ここでね、見てるって話してましたけども、僕はちょっと一足先に他のドラマの現場でお会いしてましたけどね、すごい優しかったな。優しかったですか。ねえ、ね、手紙くれてたよ、この番組に。そうなんだ、ありがとうございますっつってね。そうそうそう。あと、江本明さんにも、初めてだよね。ねえ、お会いしたんだよ。初めてですよ。江本明さん。と、そう、劇団ひとりさんのね、あと、京之助さん。